V ロード第4節3戦目千葉ロッテマリーンズ対バッターボックス城島、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。ああよく見ましたね。打ちました、破りました、センター前ヒットになった。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返していきました。まあ甘い球は見逃さないですよね。打順は1番に帰ります。バッター尾形、先ほどの打席でヒットを放っています。松田、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中打ちました、センターに抜けました。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター尾形、さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。ファウルです。改めてお聞きします、バッターボックスの尾形、どういうバッターなんでしょうか。ミートが上手い上に大きいのを持ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。ああそうですか。次が4球目、高め打った、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。試合を制したのはソフトバンクホークスです。